ょっとでもそんなプレッシャーかけられても。こんなしっかりしたゲームなんだ。一生懸命でも考えました。僕は大好きなサルルリの可愛いその仕草とかヒントに、思いついたゲームですね。皆さんサルルリの好きなポイントありますか？サルルリの好きなポイント。やればやればいいですね。あります。棒を持ってなんか叩いてたりとかしますよね。そうなんです。あのスティックがもう本当に素晴らしいスティックで。サルノリが草木の近くでスティックを使い遊んでいると枯れていた花が色づいたり葉っぱに青い草木に活力を与えるんだ。それにちなんで花に見立てたボールを発射台に詰めスティックで打ちまくる。そして庭に見立てたボードに貼り付けてより多くの花を咲かせた方の勝利。4人それぞれの連携が重要だ。チームは岡崎岡田宮下草薙チームです。並べただけじゃない。すごい感じがすごい、はい、対するは、中川前山田小針大谷チームです。保健師チームです。こっちも見ようし、まあ、僕のやつ頑張ろう。前山田よし、じゃあ小針行くか。中川は持つ方かな。中川持つ方。僕中学の時野球部だったぜ、前山田。あ、そっか。今度は打てよ、小針。あ、じゃあ大谷入れるか。野球部入れたことあるか。前山田持ってよ。前山田と中川で持つか。そうだな。ちょっとピリピリするんだな。マジで言ってると。ちょっとトゲが出るね。なんでだろう。名字だと急によそよそしい。チームワークは大丈夫？ちゃんとさ、ちゃんとここをめがけてほしいんですけども、はい、お願いします。ちょっと斜めにした方がいいんじゃないですか、これ。いや、そう、なんでだよ。なんでなんだよ。それではいきますよ。中川、前山田、小針、大谷チーム、よーい、スタート。
めてこれで食ってくる。これって何だよこれって。体育くんの職人技で結果は15個。岡崎、岡田、宮下、草薙チームの圧勝。すると逆転のチャンスある。これが、うん、今回ちょっと、うん、大逆転のチャンス。え、